癖毛についてっていうところでいっぱいたくさんの方から質問をいただいて答えていこうかなっていう企画になります。癖毛の人の髪の毛の形っていうのはちょっといびつな楕円形になってるんですね。バランスが悪くなっちゃってるんですよ。恥ずかしいなどうもールースです。ということでね、今日はちょっと一人で YouTube の企画することになったんですけど、クセ毛についてっていうところでいっぱいたくさんの方から質問をいただいて、ちょっとそれを直接 YouTube で発信させていただいて答えていこうかなっていう企画になります。まず初めの質問なんですけど、襟足のクセがひどくて首に沿って内側にカールしてきます、どうしたらいいですか？これはもう結構多いのは、襟足内側にカールしてくるのはかっこよかったりもするんで、そのまま放置しちゃう人もいれば、ちゃんと毎日アイロン伸ばして癖を対処してるっていう方が多いかなと思います。次、宿毛矯正は全体にやると髪の毛ぺったんこになっちゃいますか？技術者によってかなり変わってくるかなと思います。宿毛矯正の液を根元からしっかりつけてしまうことで、ボリューム自体はぺたーんってなってしまうので、ちょっとだけ根元開けてあげるとか、そういう宿毛矯正をたくさんしてるスタイリストの方をインスタでいっぱい探してもらえたらいいんじゃないかなと思います。次ですね、宿毛して2ヶ月後根元のクセ毛の部分が伸びてきました、どうしたらいいですか？これめちゃめちゃ多いです。お客さんとかでも、宿毛矯正ってどれくらいのペースであったらいいんですかとか、かなり多いんですけど、2ヶ月とかで生えてきてる髪の毛ってだいたい2センチから3センチぐらい、ちょうどクセが気になる頃なんで、そのタイミングとかやと全体に宿毛矯正し直すっていうのはかなりダメージとかもねあるので危険にはなってしまうんで、その根元の伸びてきた部分だけリタッチしてあげるとか、そういう対処方法が一番いいかなと思います。では次、乾燥癖毛でセットの時にワックスが引っかかって痛いです、どうしたらいいですか？これはドライ系のスタイリングをしたいのであれば、ちょっと痛いのは仕方ないところもあるかもしれないんですけど、別にドライ系のスタイリングをしたいとかではないのであれば、水分量の多いワックスであったりとか、タオルドライの状態でワックスつけてあげるっていう風にしてあげたら、ワックス自体が馴染みやすくなってくれるんで、かなりセット自体はしやすくなるのかなと思います。次、梅雨の時期は学校に自転車で通学するだけで、せっかくアイロンで伸ばした髪の毛がうねうねに戻ってしまいます、どうしたらいいですか？もう高校の時とかめちゃめちゃ同じ状態で悩んでました。僕の場合はもう別に学校校則めっちゃ厳しいとかなかったんで、もう学校でそのまままたストレートアイロンかけてたんですけど、それが厳しかったら、そもそもちょっとクセ毛の原因っていうのを知っといてもらうのが大事かなと思うので、軽く解説したいなって思うんですけど、クセ毛の人の髪の毛の形っていうのはちょっといびつな楕円形になってるんですね。髪の毛の内部の繊維っていうのがバランスが悪くなっちゃってるんですよ。こっち側はめっちゃ水分量入るけど、こっち側は水分量入るの少ないとかで、水分のバランスがかなり崩れてしまうんですね。じゃあその外部から入ってきた水分とかに対して、こっちめっちゃ含む、こっちちょっとしか含まへんで、ギュッて曲がっちゃったりっていうのが大体のクセ毛の理論になってくるかなと思うので、その外部からの水分が侵入するのを防いであげるために、油分の多い整髪料であったりとかヘアオイルみたいなのをつけてあげることで、外的要因っていうのを防げるんで、アイロンを伸ばした後であってもできるだけ少なくはできる、癖を抑えれると思います。ただ完璧には抑えれないとは思うんで、梅雨の時期とかは宿毛矯正とか当ててあげた方がまっすぐにはしときやすいかなっていうのがあります。次の質問、クセ毛がパーマをしたら元のクセは残ったままパーマのクセが追加されるんですか？クセは残った状態でパーマがかかるっていう形になるので、答えとしてはイエスになります。はい、次の質問、クセが一番出にくくごまかしやすい髪型や髪の長さっていうのはありますか？もう坊主にスキンフェードとかごまかしやすいっていうか、そもそもの髪型をいい状態にできると思うんで、かっこいい状態にはできると思うんで、一つおすすめなんですけど、結構極端な例なんで、どっちかというと長く重く残してあげた方が、癖自体は重力とか重さで伸びてくれるんで、長く重く残してあげる髪型の方がいいんじゃないかなと思います。次、美容師の方がよく言う癖毛を生かすって何ですか？例えば日本人の方とかやと、この後頭部の絶壁っていうのがすごい目立ってたりするんですけど、癖毛の方とかやと癖自体のボリューム感っていうのを生かして、後頭部の絶壁を綺麗にないように見せてあげる、逆に横とかのボリューム出てきてしまうところとかは適正な毛量をすいてあげることで綺麗に収めれたりもするので、そういう風にやっていくことが僕の中ではですけど、癖を生かすっていうところになってくるかなと思います。癖って遺伝しますか？します。生え癖とかに関してはずっと野球
部とかの方とかやと帽子かぶってたりとかっていうので髪の毛の毛穴自体が上に引っ張られて癖毛になっちゃう、生え癖ができちゃうっていうようなのもあるので、帽子かぶる際とかはちょっと気をつけてもらえればなと思います。癖毛があまりやらない方がいい髪型やスタイルってありますか？僕の中では特にないです。ただやった方がいい髪型っていうところであると、癖毛の人ってどっちかというとボリュームとかもすごい出ちゃったりとかもするので、2ブロックとかは取っといてあげることで横の収まりとかも良くなったりとか、逆に2ブロックを取って上から髪の毛をかぶせとくことで癖毛を生かす、もうパーマ当てたみたいな感じにセットをしてあげれるっていうのができます。なんで結構2ブロックはおすすめです。じゃあ最後、癖毛でいじられた時に論破できる言葉を教えてください。お前癖のない人生なんか全然思んないで。お前癖のない人生なんか全然思んないで。はい、ってことで今日はこれぐらいで終わります。最後チャンネル登録と高評価お願いします。サイドの膨らみとかめちゃめちゃ気になってる人におすすめのダウンパーマっていうのを紹介していきたいと思います。2ブロック入れたらめっちゃ横が浮いちゃう人、こういう人とかにめっちゃおすすめのパーマです。